さんはグランモスを素手で倒したいと思ったことはありますか？いやないよ。ありますよね。なんでそんな憎い気味なんだよ。そもそも殴ったところで即死するのがオチじゃない？ちそれはマリサ君のやり方がダメなだけ。いやダメダメなだけですよ。ダメだしドパワーアップすな。グランモス君は少し工夫してあげるだけで無限に殴らせてくれることが分かったんですよね。ド M になるってこと？私はド M なのでどうやったらド M になるのかが分かるんですよね。唐突なカミングアウトやめて。ということでまずパルは一切いらないんで置いていきましょう。己の拳のみを信じてください。ちなみにパルがいらない理由は？理由として挙げられるのはグランモスの挙動の選択肢が増えてしまうのでその選択肢を減らすという理由ですかね。グランモスにはプレイヤーめがけて一直線で追いかけてもらいたいんですよ。なるほどね。武装する必要もないので荷物はすべて置いていきます。その理由は？男気。ではまず必須なものを集めていきましょう。赤いベリーも必須なのか。グランモスとの戦いは長期戦になるので食料は必須です。空腹ダメージは厄介だしな。そして次の必須アイテムはこちらです。木材か。木材は38個くらいあれば足りますね。このゲームの醍醐味でもある建築もするのか。ていうかお前おのも置いてったのかよ。拳で全て解決するのがマイブーム。拳血まみれやぞ。それではグランモス君をお利口にするトラップを作っていきましょう。まず場所ですが、グランモスの縄張りから若干離れた場所をおすすめします。なんで？そもそもボスの縄張りだと建築ができないのと、近いとグランモスの攻撃が飛んでくる危険性があるからです。なるほど、そりゃ危ないわ。うわぁ、うわぁ、そうはならんやろ。まあそれを踏まえて、若干距離を取ったところに木の土台を3つ設置します。土台を設置し終えたら、次は木の壁を囲うように設置します。サッカーのゴールをイメージするとわかりやすいかもな。これがゴールだとしたらグランモスはゴールですね。随分でけえゴールだな、おい。そして次は、プレイヤーのための台を作ります。そうしたら上の段に壁を作っていきます。グランモスからの射線を切るための壁だと思ってください。これがないと技が飛んでくるかもしれないのか。そして一番左の壁だけ一つ設置せず、階段をこのような向きで設置します。戦闘時プレイヤーはどこにいればいいんだ？この階段の真ん中の段で鎮座する感じです。それでは実際にグランモスを素手で殴ってから坂をスライディングで滑り降りてトラップに逃げ込んでみましょう。よく考えたら自分でおとりやるのなこれ。拳で語り合おうじゃねえかグランモス。逃げろ逃げろ逃げろ。やってることピンポンダッシュと変わらなくね。あいつに捕まったら PTA で会議になっちまう。鬼の形相でこっちに走ってきてるぞ。本当に大丈夫なのか？大丈夫だ、問題ない。ちなみに階段に乗ってないと攻撃してきたりするので気をつけてくださいね。いやてかなんで攻撃してこないの？多分階段の裏を見ると思考停止しちゃうのかな。どういう理屈だよ。ちなみにこのまま殴らず放っておくと元のエリアに戻っていっちゃいます。あ、消えちゃった。でもこれじゃあ倒せなくない？殴らず放っておくと戻るってことは？まさか？そう、この建造物を貫通してる鼻を殴ればいいんです。それ当たり判定やったんだ。ちなみに検証してみたところ、最初に攻撃をしてから約30秒ほど何もしないと戻っていき、逆に30秒経過する前にダメージを与えていれば、戻ってしまう制限時間をリセットできるみたいなんですよね。でも殴ると建築物までダメージ入っちゃうのはどうするんだ？とりあえず自分が立ってる階段が命綱なので、それだけを壊さないように少し上角度をつけて殴ることにしました。そうすると壁は一部壊れてしまいますが、階段にはダメージが入らずにグランモスにだけ1ダメージ入るみたいです。無抵抗度 M グランモスの爆弾ってわけか。今まで突っ張れた恨みを晴らしましょうか。でも1ダメージってことはさ、4300回以上拳で殴るんだよね。あははは、何当たり前のこと言ってるのかな。真の謎はお前ってこと？映像を垂れ流すと1時間は余裕で超えてしまうので16倍速でお送りします。16倍速ですら全然削れてないじゃねえか。辺りはすっかり真っ暗、夜になってしまったようですね。思ったんだけど夜って気温が下がって低体温症になるよね。ああ。それはどうするんだ？根性で乗り切ります。根性論だ。私もさすがに継続ダメージはきついと思ったんですけど、見てわかる通り、HP の減少より時間経過の方が早そうだったんですよね。確かにこれなら夜が明ける前に力尽きるってことはなさそうだな。夜が明けましたが、こんな感じで HP が180ほど残りましたね。低体温ってほっといても死ぬまではいかないんだな。やっと、ここまで来た。4000回も殴るって意味がわかんねえな。グランモス殴りすぎて拳がグランモスになりそう。何言ってんだこいつ。よし、あとは直接対決がしたいので、グランモスのヘイトをリセットしましょう。戻られても HP はそのままなんだな。これによって最後は正々堂々と縛くことができます。99% は後ろ向いた状態で殴ってたけどな。今、楽にしてあげるからね。経験チェック。ってことでよろしければチャンネル登録や高評価お願いします。またどこかでお会いしましょう。